タロ散歩チャンネル。この頼りっ気のない歩道橋、なんかつっついたら崩れるんじゃないかっていうぐらいね、頼りっ気のない歩道橋、これ渋々渡んなくちゃいけないんですよ、はあ、でもね、そこにも書いてるんですよ。見てくださいよ、温泉近道、この先高専橋お渡りくださいということで、まあそういう風にね、町の方も言ってますからね、渋々渡るしかないじゃないですか。何が悲しゅうて高いところ歩かなくちゃいけないのかっていうね。うわ、高っ。嫌だな、もう下見ない、うー、いや見ちゃうんですよね。あ、でもね、あの下を見なければすごいです。見てください、海がよく見えます、まあ、帰りもこの海の眺めをね見れると思いますんで、こっち方面今度は、うん、まあ早急に降りましょう。ああ、早急に降りましょうね。高い高い高い。ああ、死ぬかと思った。この一角が、あの、おしゃまんべ温泉の、ホテル、あ、ホテルね、旅館正月さん、正月かな。で、ホテル四国屋さん。で、ホテル東、カニ。まあ、この辺で今日やってて、大丈夫そうなところに入らせていただきましょう。前情報では確実にお風呂やってるのが、この四国屋さん。ここも東さんも天然温泉というふうに書いてますね。登別じゃなかった、お茶まんべに温泉ができたのって結構新しいんですよ。70年、そろそろ70年、だからまだ70年弱ぐらいなんですよね。1954年になんかここでガスだから石油だから掘ってて、で、その時にたまたま温泉見つけて、じゃあ温泉街に住んでということで温泉街にしたっていう、そういう歴史なんです。1954、5年ぐらい。だから歴史としては昭和30年代ですから、そんなに古い方ではないですけれども、でもなんやかんや70年近く経ってますからね。ということで、そのおしゃまんべ温泉発祥の地ということで、ここに石碑があるんですよ。こっちにも何軒かあるんで、まあ、それっぽいところ入りましょうか。だからどこでもいいやって感じです、今日は。ここもね、おしゃまんべ温泉ホテルも日帰り入浴大歓迎。あの、丸金旅館っていうのが、丸金旅館さんもね、日帰り温泉できるっぽいんで。まあ、おしゃまんべ温泉発祥の地ということで。まあ、ここにも書いてます。おしゃまんべ温泉は町の天然ガス、あ、そうか。天然ガスを、そう、あるかなと思って掘ってみたら、昭和30年、1955年2月12日にガスとともに流出した。当時この地区は寺院2つ。民家一戸建てのみだったが、以来温泉街が形成され、現在の発展を見たおしゃまんべ温泉湧出30周年記念を機に、将来の流盛を祈願し、ここに火を建立するということで、これは1985年に作られたそうですけれども。まあ、というぐらいね、本当に新しいんですよ。新しい方の温泉なんですよ。ちなみに、ここになんか名前を彫っているのが、当時のおしゃまんべ町長ですね。おしゃまんべ町長の西田なんとかさんという方が書いたみたいです。で、温泉ホテルは、ね、ここまでなんですよ。そう、だから件数もそんなないんですよね。件数もそんなにないけれども、車はちょこちょこ止まってらっしゃるなって感じです。だから丸金旅館も止まってるでしょ。で、ここおしゃまんべ温泉ホテルもそれなりに車止まってますし、まあじゃあさっきの四国屋さんのところはなんか日帰りかん、あの温泉歓迎とか書いてたんで、ちょっとそっち行ってみますか。あの、別にどこっていう、なんか特に理由はないんですけど、今日はね、このホテル四国屋さんにしましょうか。多分、車が止まってないからあんまり中は人が混んでないかなというふうに踏んでるだけなんですけども、まあやってないかもしれないですけどね。あの、こんな感じのところ。あの、日帰り入浴歓迎と書いてあって、札だけ出てて休業してるかもしれないですけど、まあ、行くだけ行ってみましょう。ちなみにここにはね、これ昔懐かしい1号ポスト。いいですね。ちゃんと日帰り入浴やってました。500円で入れました。ああ、さっぱりした。ただね、お客さんがね、そう、あの、最初に私一人だけやってきて、お風呂入ってちょっとしたぐらいに、もう一人の男の方やってきて、今それぐらいしかいないんじゃないかなって感じですけれども、はあ、まあ良かったです。
あと30分ぐらいで列車小樽行き出発してしまうので、それに乗りたいので、じゃあ登別じゃなかった長万部の温泉街をここにして、そしてじゃあ帰りますか。まあということでね、こっから10分あれば長万部の駅にまで戻れますんで、まあ一応だから時間的にはまあまあ余裕があるという感じです。まあでもそう、駅前でね少しね何か寄り道してというか、なんかちょっと帰りになんか買って、列車の中になんか食べながら帰りたいんで、どうしましょうかね。まあとりあえず駅の方に行きましょうか。そうで、我々が今日ね今歩いてたのがこの辺なんですよ。本当にこの一角に温泉街があって、でちょっと行くと、もう一本裏に行くと、そう町の施設があったりするんです。福祉センター、スポーツセンター、資料館、平和記念館等々あるんですけどね。あと図書館もありますけれども、まあ、それはまた今度の機会ということにしましょうか。でまあこういった四国屋さん、それからこちらの松月さんも日帰り入浴は歓迎のようです。まあ、といったね温泉宿泊施設と同時に、こちらにはね今日はやってないんですけれども、このカフェバーがあったりとか、まあ、ちょっとした飲食と、そして温泉ホテルと、そして東京理科大学歓迎ということで、ものすごく推してますけれども、まあ、当の東京理科大学生はどう思ってるかっていうのは聞いたことがあるかもわかんないですけどね。いやでも長万部駅の近くっていうか、こういう裏手口にこういうね、まあ、ちょっと寂れてると言ったら言い方悪いですけれども、こういった静かなね温泉街があるというのは知ってはいたんですけれども、初めて来たという感じですね。まあそれはそれとしてですよ、何が悲しいってまたねこれをね登ってね向こうまで行かなくちゃいけないのか、まあ、近道だからそうなんですけれども、まあ仕方ない、早くね長万部駅に到着するには時間短縮のためにやっぱりこれを使わざるを得ないんで、まあ行きましょう。ああなんか貨物列車が来ましたよ。これこれ、そう長万部はね、長万部というかそう室蘭周りだと貨物列車とかもね結構な本数走ってますからね。よいしょ、まあ、なるべくね脇は見ないようにして無心でね行きましょうね。絶対見ると思うけど、あでもね空が綺麗だからこれはこれで景色が映えますよね。よいしょ、まあ、路地裏感満載ですよ。まあこの辺は見えませんからね、そこちょっとクイッと曲がったらとても眺めは良さそうなんですけれども、よくしなくていいよ女も。そうさっきね立ち寄ったライブ配信もした砂浜があっちで、長万部駅がここ、そしてこの橋で、橋を渡ってすぐ裏のこの一角が温泉街ですから、結構ね距離的にはとっても近いです。晴れた日だったら全然問題なく普通に歩くことができます。まあ仕方ないとはいえちょっと高くないですか。やめてくださいやめてください。そう一休さんのトンチモン通りね、この橋渡るべからずってなるじゃないですか。一休さんそう橋を渡っちゃいけないんじゃなくて端っこを渡っちゃいけない、ブリッジを渡るんじゃなくてエンド、縁をね渡っちゃいけないということで真ん中を歩くっていうね、そういうトンチモン道がありましたけれど、真ん中歩いても怖いわこれ。そうそう、とりあえずあそこの観光案内所は5時までやってるっていうふうに伺ってるんで、なんかとりあえずあそこでなんか物色して、まあ、なければ飲み物を2つぐらい買おうかな。なんやかんや3時間ぐらい小樽からかかりますからね。よくちょっと半分寝てると思いますけど今回は。だから多分長万部出発して、まあ、暗くなってくるからそんなに大して風景も映さず、まあ、はい次小樽みたいなそういう風景になると思いますよ。よくしょ、太陽があったかい。でもね、お風呂入ったから汗のではね、いいんですよ。なんていうかな、新しい汗が出てくるんで気持ちがいいです。
いや、あのね、今風がとっても当たって涼しいです。ちなみに どうですかね、結構ね、お肌が今日すべすべになるっていうか、アルカリ性の温泉だったんで、少しね、こうお肌がね、すべすべになって、結構ね、気持ちいいですよ。風が当たると気持ちいいや。ちょっと人がいないからこうさせてもらうけども。そう、風が当たるとね、とってもこの辺がとっても涼しくなりますね。いいですね。はい。ということで、長万部駅まで戻ってまいりました。なんかちょっと歩いたぐらいのそういう距離に海もあれば温泉もあって、まあ、あとスーパーとかドラッグストアとかもあるんで、まあ、基本的な生活を送る分にはまあまあ困らないんでしょう。あと仕事があればいいかなっていう感じでしょうかね。でちょっとね、せっかくなんでこちらのねお隣にある観光案内所兼お土産屋さんにちょっと立ち寄って、なんかいいものがあったりとか食べるものがあったらちょっとなんか買って、それで列車に乗りましょうか。あのソフトクリームだけ買いました。あとね、そう、なんかいろいろあったんですけどね、なんかおしゃまんべで作った塩とか、あとなんだっけ、あのソーセージとかハムとかそういうチーズとかもあったんですけれども、まあこれ300円でお手軽に、でしかも今日あったかいんでね、食べようかなと思います。いただきます。やっぱり暑い日はね、ソフトクリームに限りますね。うん、ソフトクリームは気をつけてないとあれなんですよ。すぐ溶けるんですよね、あったかい日特に。だからね、垂れるか食い尽くすか、これの勝負ですからね。でも喋ってる暇あったら食べろってね。うん、ちなみに6種類あって、バニラとチョコレートと、これチョコバニラと、それからカルピスとメロンと、あと何だかってのがあったんですよ。何だったかな、何かあったんですよ、6種類。うん、抹茶、抹茶があったんですよね。私結構、ね、チョコレート大好きなんで、ついねアイスクリームとか、それからクリームパンとかもチョコレートがあって、チョコレート味ついつい頼んじゃうんですよね。うんうん、ごちそうさまでした。美味しかったです。 そして長万部駅って函館バスが来てるんですよね。確か函館から来て、そう、あの5号線国道5号線をね、ちんたらちんたらずっとやってくる路線バスがあるんですよね。ここに時刻表がありますけれども、函館に行くものと、それから長万部ターミナル、それから瀬田に行くやつ、函館瀬田の方面と、それからまああのそっちからいろいろやってくる長万部に、ここに到着するような、そういうバスが1日に 1,2,3,4,5,6,7、 瀬田の方面からが7本の、函館方面が4本、まあまあな本数がありますよね。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、何番線でしたっけ？4番乗り場です。4番ですね、はい、ありがとうございます。毎度この乗り場を確認しないと何とかしなくちゃいけませんね。またのお越しをお待ちしております。いえいえ、こちらこそ。そして群馬のプロパガンダポスターがまた所狭しと貼られていますけれども、まあちょっとネタはともかくね、群馬県とかもたまに行ってみてもいいかもしれない。なんかまあまあもう人がいらしたんで、でその人がみんないなくなっちゃったんで、まあもう席は取られてるかな、まあ、どこでもいいです。今日は寝れれば何でもいい。次の停車駅は北俣です。ニセコ線4時方面、普通
今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。